人は憂い顔も様になるね。数ヶ月前までここは緑あふれる森だった。そう言って誰が信じるのだろうな。鬼どもの調量を許せば世界は歪み消える。だから俺たちモノノフが鬼を撃つだろ。そうだな。私は歌方の里に戻る。始末は任せた。ああ、新人が来るんだったか。使えるやつだといいな。
来たか。待っていたぞ。新入りというのはお前だな。長旅ご苦労だった。俺はヤマト。この里のモノノフを指揮している。新たな仲間を歓迎しよう。こっちはオオカだ。お前の上官ということになる。よろしく。いい腕をしているそうだな。期待させてもらおう。お前の家を用意してやる。ひとまず荷物を置いてこい。任務の説明はそれからだ。オオカ、案内してやれ。心得ました。では行こうか。ようこそ歌方の里へ。我らモノノフの本拠の一つ、鬼との戦の最前線だ。もっとも普段はのどかなものだがな。君も落ち着いたら里を見て回るといい。では自宅まで案内しよう。ついてきてくれ。おお、君は東の地の出身か。あの辺りはむごい状況だと聞いている。よく生き残ったものだ。中津国に来てからまだ日は浅いのか。何、すぐ慣れる。さて、君の家だ。君が来るというのでな、急いで手入れをした。なかなか骨が折れたぞ。冗談だ。そんな顔をするな。さあ入ろうか。長い間主のいなかった家だ。好きに使うといい。一通り必要なものは揃えたが、不足がないか確認してくれ。